もらった時どんなものが嬉しいですか？内容や便箋、イラスト、何でも。何でも嬉しいが。でもね、やっぱね、愛を感じると嬉しいな。なんだろう、この便箋とかも自分で選んでその書いてくれたんだろうなっていうのが伝わるし、例えばこう星モチーフだったりとか夜空とか、結構ねそういう便箋とかを選んでくれる子もいたりするんだけど、いろんなみんながどういう便箋をマサルに送るときに使おうかなって考えてくれてるのもそこで想像するし、イラストも添えてあったらもちろん嬉しいし、でも文章を一生懸命書いてくれてるのも嬉しいし、なんかね文字書く その俺も苦手なんですよ。自分の手書きの文字好きじゃないから読みにくいしなって、わざわざね印刷してタイプライターじゃないけどプリントアウトしてお手紙送ってくれる子もいるんだけど、でも俺はねやっぱでも手書きが嬉しいな。もちろん印刷してる文字でもお手紙で言葉を届けてくれること自体はすごく嬉しいけど、その字の読みにくさとかを気にしてやるんだったら、もう俺はそれも全部手書きで送ってほしい。どうしてもの理由がない、ただその自分の字が好きじゃないっていう理由でだけだったら、それは俺もそうだから、なんかね手書きはね俺触っちゃうもん。ごめんね、気持ち悪くてごめんね。手書きのお手紙もらうと触っちゃうんだよな、ごめんね、すいません。嬉しくなっちゃうんだよな、ちょっと恥ずかしくなっちゃったから次行こう。